ヤリーに金の鳥を入れてもらった。ちょっと高い位置にあったんだな。あ、いったー。そんなに重かったっけ、あの鳥。まあいいか、早くこの中調べてみましょう。金、こんなに厳重に塞がれてたんだから、きっと何か出口があるかもしれない。はい。あ、これは指定席って名前の椅子じゃなかったっけ。待って。疲れたならゆっくりお休み。もう苦しむこともなくなるから、怖えこと言うな。見た感じ出口はなさそうね。あ、座った。ん？寝てる？えい。あ、よかった。このまま死ぬかと思った。あれ？パパとママじゃん。この椅子ゲルテナ店で見た気がする。名前忘れちゃったけど。いや、指定席です。覚えてます。何かが額縁の上に立てかけられている。いや、何かが額縁の上にじゃないよ。額縁の中を見て。はい、色の鍵を手に入れた。また鍵か。出口じゃなかったわね。イブ、どうしたの？気づいたか？え？この絵の人、イブのパパとママなの？へえ、確かに言われてみればイブに似てるかも。赤い目とかそっくりっすよね。多分物静かなところはパパに似てるんでしょう。でもなんでこんなところにそんな絵があるのかしら。え、二人はどこかって、それはちょっと、私にもわからないわ。大丈夫よ。きっとどこかにいるって。結構、気丈な子だと思ってたけど、さすがに参ってきてるわね。ていうか、やっぱりね、その、パパとママっていう存在画をね、見てしまったらね、この、やっぱホームシックになりますよ。今まではなんかね、あまりにもいろんな出来事が多すぎて、頭からパパとママが抜けてたんでしょうけど、イブ元気出して。きっとパパとママどこかにいるはずよ。おい。何の音かしら今の。これ別に座っても、目つぶるだけだよね、イブが。ね、この間に何、お茶飲めってことかな。ちょ、お茶飲んどこう。じゃあ。はい。ちゃんとね、この子ね、座るときに、この手をね、手をこう、なんすか、膝の上に置いてめっちゃ澄ましてるんですよね。だからめちゃくちゃ育ちのいい子なんですよ。だってこんなピチって足閉じてるってことは本当にね、だから普通休む時って足広げるじゃん。それ、もうね、膝の上に手を乗せてね、めちゃくちゃいい子、この子。ん？扉が開かない。嘘でしょ？この扉鍵なんてついてない。いや、ついてるついてる。金の鳥が落ちたんじゃないの？何この音、外から？音が大きい。まずいかも。イブ気をつけて。なんだなんだ？なんだなんだ？あ！ここに響く、おお、びっくりした。なあ、かあ。あ、今はギャリーの、うわあ、来た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 。あ、もしかして集団でここ叩いてたってこと？えい。何このマネキンの数。何起こってるの？本当だ。早くここから離れた方がいいみたいね。イブ、あれを見て。どこ？向こうに鍵のかかった扉があったわ。さっき拾った灰色の鍵があれば、あの扉を開けられるはず。あそこに向かいましょう。確かに。今はギャリーさんヒントもないんだ。国を見つめる女。おー、来たか。早い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 。どいつもこいつも邪魔な場所に。こいつらどかせれば近道になるわ。いいわよね。お願い。どきなさい。ギャリーパンチ。さあ、急いで。でもなんか気になる。でも気になる。ちょっと待ってね。でも気になるのよ。ちょっと待ってね。おい。新聞が飛ぶから走らないでくれる？ごめんなさい。うわ、顔怖え。なんだ？約束なので少しだけ時間止めます？マジか、ありがとう。おい、ちょっと一瞬やんけ。ほんまに少しだけやったな。おとっ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 たらったって、灰の鍵を使った。よし。あ、これオートで走ってる。ちょ。マネキンの顔がやばいことになってる。わざわざそんな一番血の涙流してるところで止まらなくても。ここまで来れば大丈夫でしょう。ざまあ見なさい。さてと、あれ？なんか、イブちゃん、顔色が、
それじゃあ先に行って、イブちょっと顔色悪いわよ、大丈夫？ああ、イブちょっとしっかり、イブ。第一章終わりかな。おや、赤いバラがどこにもない。ほんとだ、なんだこの数字だらけの部屋。うわ、マネキンだらけだ。意外とイブってマネキンにトラウマでもあんのかな。こういうね、意味のわからんもののね、羅列がね、一番怖いですよ、結局ホラーって。分かってるわ、イブっていうのは。たくさんのマネキン。あれ、おい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 、マジかよ。うわ、今度なんだ、目玉か。あ、充血した目玉。どこにいてもみんなこっちを見てる。お前、目薬さしてあげたじゃん。あれ、パパ？イブ、どこにいるんだ？早く逃げないと追いつかれてしまうよ。ああ、どうしよう。こんなに探したのにどこにもいない。パパ？おお、これセーブ場？じゃなかった。インクが溢れ出し記録ができなくなった。嘘だ、マジかよ。帰りたい、早く。今までの記憶も消えちゃった。嘘。あ、バラだ。美術館では静かに。あ、すいません、ギャリーさんとか騒ぎまくっててすいません。イブちゃんは静かなんですけどね。喋ってはいけない、見つかってしまう。あ、バラが持った瞬間に溶けてしまった。うわ、ね、あ、ママだ。たくさんの扉。ママ。あの子ったらどこに行ったのかしら。先に一人で見に行くってそれで困ったわ。早くしないと私たち帰れなくなっちゃう。なんかこのパパとママの雰囲気、ちょっと千と千尋のパパとママにちょっと似てますよね。絵の中で女の人が笑っている。絵の中で女の人が、ちょっと笑い方のパターン違ってたな。わ、全員違うんだ、笑い方が。色が一緒だからそこは一緒なんだね。律儀に全部調べちゃった。あ、パパとママの絵だ。やっぱりこれがトラウマだったんだ。その精神的ショックがでかかったんだろうな。お母さんとお父さん。あ、横にある。この先出口です。これ、多分イブの深層心理だよな。出口に行きたいよな。あ、出た。あ？おお！これもトラウマか。あ、来た来た来てる来てる。結構早い。あれ？マジか。悪夢にも程がある。お、インナーギャリー来た、これ。おはよう、イブ。気分はどう？怖い夢を見た。そっか、かわいそうに。まあ、無理もないわね。あんな怖い目に遭っちゃったらね。起こせばよかったかしら。ごめん、気がつかなくて。いや、ギャリーさん悪くない。むしろ優しさのゴンゲ。まだ顔色が悪そう？イブ、そのコートのポケット探ってごらん。キャンディーが入っている。それあげるわ。食べてもいいわよ。じゃ、もうちょっと休んでから出発しましょう。あ、イブのテーマのロングバージョンだ。ここ再現してねえな。あ、そうそう、イブのバラはそこの花瓶に生けてあるからね。あ、戻った。無題。ああ、美術館での禁止事項、大声での会話は禁止、写真の撮影は禁止、飲食物の持ち込みは禁止、万年筆の使用も禁止、ここから出ることは禁止。嘘だ。おも、しかしセーブすることは、禁止されていないのでセーブ。へえ、この曲こんな長い曲だったんだ。あら、まだ寝ててもいいのよ。この部屋は安全そうだから、今のうちにしっかり休んでおきなさいな。バラを持たなければ。じゃあまあ、バラを取りますか。はい。お、ちょっと明るくなった。バラ自身がちょっと発光してるのかな？あら、まだ、あれ？あ、
イブ、もう出発して大丈夫なのね。ちょっと待って、まだ。急がなくてもいいからね。これ気になった。楽しい絵画、いろんな絵が大きく載っている。これは？ここの女性たちは、みんな花占いが好き。あー、だから主人公の体力もバラなんでしょうか。じゃあ、行きましょう。そうそう、ギャリーさんやっぱそこの長い、長いこのギザギザ、ギザギザのローブがないとね。お待たせ。それじゃあ行きましょう。止まった。で、これ何？深海と古代生物における未知の恐怖とそれに対する好奇心についての考察。小さな字で文章がぎっしりと続いている。それにしても近くにこの部屋があってよかったわ。扉があれば絵の女は入ってこれないみたいだし、そこの絵も害はなさそうだしね。とりあえず新しい階段があったからそこを降りてみましょう。こいつほんま怖がらせるだけ怖がらせたのこの絵。これ今戻ったらどうなるの？イブ気になります。イブ、そっちに行くのはもうやめておきましょう。はあ、はあ、ここであれなんだ。一応なんかショーの区切りみたいなのがあるんだね。あ、キャンディ、ギャリーからもらったレモンのいい香りがする。おっと、また間違えた。じゃあ、降りてみましょうか。あっと、雰囲気変わったぞ、また。ミルクパズル。イブ、ミルクパズルって知ってる？知らない。まあ、その名の通り、ミルクのように真っ白なパズルのことよ。絵がついてないから普通のパズルより難しいんですって。頭がいい人はすぐ完成できるらしいけど、正直面白くないわよ。だって絵がついてないんだもん。好きな絵がパズルになってこそやりがいがあるってもんよね。これ確か、思い出した。宇宙兄弟で見ましたね。宇宙兄弟でなんか、このミルクパズルをどんだけ早く解けるか的なテストされてたような気がする。ここの仕掛けって今のところは同じ色のエリア内で解決できるようになってるわよね。もしここがずっと同じ色だったらヒントを求めてどこまでも探し回ってたかも。ああ、じゃあ今は紫のエリアってことか。ありがとう、ギャリーさん。そういうの言ってくれて。桜が散ってる。月夜に散る儚き思い。かっけえ。今夜は月が綺麗ですねってやつですかね。おほん？なんだ？ちょっと待って。まずこっち見てみるか。この黄色いね、人がね、気になる。あ、待って、間違えた。頭のない像がある。こっちからじゃ押せないわね。あ、なので、向こう側から行ってループさせてくるってことか。ずれた、ずれた。で、ここが何かって話ですよね。この不思議な模様の石、動かせそうだけど、ビクともしないわ。なるほど。まるで迷路ね。このトゲトゲした石は越えられないみたい。これ、ボタンを押したらしぼんだり縮んだりするってことなのかな？えい！やっぱり！そうだと思ったわ。あー、で、こうか。あー、なるほど。このギミックに対するギャリーさんの感想はなしと。これで、これでこうか。よかった。解けた、解けた。こうで、こうで、こうで、こうで。こうと。よーし。大きな鏡がある。あれ、また鏡だ。今度は後ろにマネキンはいないよね。さっきのマネキンの件があるから鏡はあんまり見たくないわね。やっぱトラウマだな、こりゃ。ほい。お。あ、これは。ギャリーに本を閉じられた。こういうのは大人になってから読みなさいね。なんでこんなとこに官能小説落ちとるんじゃい。私はその生めかしく美しい死体に指を、美しい死体かって言った方がいいのかな、指を沿わせ。で、これでまあとりあえず、はい、まったく。とりあえずこれでループさせときましょう。じゃあこっち行きましょうね。ほい。お？
こんな絵は美術館にはなかったな。決別。何から？嫌な絵ね。お。うわ、何？明かりが。ちょっと暗くて何も見えないじゃない。イブ、いる？いる。そう、ならいいわ。ちゃんとそこにいてよ。しかし困ったわね。あ、そうだわ。ライターがあったの忘れてた。うおー。え？何よこれ。お客様にお願い申し上げます。当館内は下記厳禁となっております。マッチ、ライターなどのお持ち込みはご遠慮くださいますようお願いいたします。万が一館内でそれらの使用をスタッフが発見した場合。ほんときっついわ、精神的に。スタッフが発見した場合。お、決別じゃなくてやめろになってる。何この赤いやつ、クレヨン？さすが、ギャリーさんや、ちゃんとクレヨンと濁してくれる。これ、今見たら。てか、ギャリーさんの服ってちょっと宙に浮いてるような切れ端が。どういう力で浮いてんだよ。これやばそうだな。ここでセーブしとくか。そい。おーっと、あ、おう、君は。ちょっと大丈夫？あ、待って。ねえ、あなた、もしかして美術館にいた人じゃないの？あ、やっぱり。私はギャリ。で、こっちの子はイブっていうの。私たちも美術館にいたのに気づいたらこのわけわかんない場所に迷い込んじゃってて、今なんとか二人で出口を探してるところなんだけど、もしかしてあなたもそうじゃない？私も誰かいないか探してたの。外に出たくて。それで。ああ、やっぱり。ねえ、よかったら私たちと一緒に来ない？え？女の子一人じゃ危ないわ。ここ変な生き物とか結構いるみたいなのよ。だから一緒に行きましょう。みんなでいた方が心強いし。うん、行く。じゃあ決まりね。名前はなんて言うの？メアリー。出た！メアリーだ！お久しぶりです。10年ぶりかな。メアリーね。よろしく、メアリー。うん。イブ、よろしく。よろしくね。よし、それじゃあ仲間も増えたことだし、張り切っていくわよ。おう。イエス！来たー！メアリーってこっちの方から歩いてきたのよね。他にルートとかなかった？ルート？どうだろう？いっぱい歩いたからよくわかんない。そっか、まあさっきみたいに壁だった場所に道ができたりするかもしれないしね。正直一本道だったら相当まずいんだけれど。はは。このエリアも全部回ったんじゃない？先に進んでみましょう。イブ、どうしたの？何か忘れ物でもあった？ちゃんと言うんやな。さすがギャリーさんだぜ。抜かりねえわ。およ？メアリーちゃん、イブ、手つないでいこう。すご、まさかの。まさかのメアリーとの絡みが見れるなんて、嬉しいっすね。あ、じゃあ待って、ここの鏡、おい！鏡にひびがいっぱいだ。さっきまではちゃんと映ってたのに、危ないから触っちゃダメよ。なんか保護者みたいやな。くそ。メアリーとの、スリーショット見たかったのにな。これ今メアリーもいる状態だったらどうなんの？なんて書いてあるのかな？読んでよギャリー。やった。なんで？気になる。あんたたちには早いのよ。すげえ。すげえ。このゲームすげえ。ちゃんとメアリーがいるバージョンいないバージョンでセリフあったわ。あまりの作り込みにイブも思わずなんか変な動きしちゃった。おい。うおー！この部屋岩だわ。出ましょうよ。ギャリーって怖がり？怖がりじゃなくだってこの部屋は怖いでしょ。確かに。これって何を表してんだ？このエリアも全部回ったんじゃないって言いつつ結構セリフ違いがいっぱいあったよ。床の赤いやつ気になるわ。あの先行ってみない？ちゃんと言うんだね。じゃあそろそろあれだな。次のセーブ場でセーブして終わりましょうか。はい。争いの矛先。三人いれば今まで行けなかった場所も進めるようになるかもしれないしね。
一体どちらが正しいのか。主語は何に対して一体どちらが正しいんですか。一応真ん中は歩きましょうね。そういえば私とイブにもバラがあったってことは、もしかしてメアリーもバラを持ってるんじゃない。うん、持ってるよ、黄色いバラ。あら、ほんとね、二人ともしっかり持ってるのよ。なくしたらダメよ、誰かに渡すのも危ないからね。それからわあ、イブのバラは赤なんだね。私のバラは黄色だよ。黄色好きなんだけど、ピンクも好きなんだ。あと青も。人の話は聞きなさいよ。なんかこう、イブちゃんがめちゃくちゃ無口だから、メアリーがその分も喋ってる感ありますね。あと年相応の女の子っぽいな。あ、セーブ場だ。あと間違えた。嫉妬深き花。花泣くね。みんなで歩くの楽しいね。メアリーはさっきまで一人だったもんね。美術品に襲われたりしなかった？うん、大丈夫だよ。そっか、運が良かったのね。ここには追いかけてくるやつとかもいるから、そういうのがいたらすぐに逃げるのよ。わかった、走るの大好き。まあ、子供やなこの子。ふふ、なら大丈夫ね。うん、あまりのあどけない回答にギャリーさんも思わず笑顔。これはまだここの鍵持ってないよね。ギャリーさんヒントにメアリーまでついてきて一層楽しくなったぞ。嫉妬深き花って、花ないやん。よし、じゃああれだな、ここの謎解いて終わりますか。わお、ウサギ。ちょっと待って、一回セーブするか。おわ、すげえ、イブ、ギャリー、メアリー、来たー。ここ、ん？ここか。記念すべき10番目。セーブ。わあ、かわいいウサギさん、みたいな。ウサギの置物がある。こいつだけなんで緑？イブの動きのマス目的には緑は調べられなさそうですね。赤色の目。たく、この絵といい、部屋といい、なんでこんな気色悪いのよ。え、そうかな、可愛いと思うけど。これのどこが可愛いのよ。そうかな、イブはどう思う？可愛い。可愛い。そうだよね、やっぱり可愛いよね。はあ、もういいわ、早くここ調べて出ましょう。この部屋なんだか見られてるみたいですごく落ち着かないわ。早く調べ物を済ませた反対側の部屋に行きましょう。ここの本は調べ物がなくて、こっちにあるのか。深海。あまりに精神が疲弊すると、そのうち幻覚が見え始め、最後は壊れてしまうだろう。そして厄介なことに、自身が壊れているのを自覚することはできない。真理。あや、調べようと思っても調べれなかった緑のウサギさんが。破片の中で何か光っている。紫の鍵を手に入れた。紫色の鍵だね。紫色の鍵だね。これで扉が開くかな。よし、こんなとこ今すぐおさらばよ。ギャリー急に元気になったね。ここでセーブしときましょう。じゃあまあ、ここは別にあれかな。ここに上書きセーブで大丈夫でしょうね。